ロマン・コリンカはフランスの俳優。父親はロックバンドテレフォンのドラマーであるリシャール・コリンカ。母親は女優のマリー・トランティニャン。母方の祖父は俳優のジャンルイ・トランティニャン。母方の祖母は映画監督のナディーヌ・トランティニャン。父方の祖母ジュネット・コリンカはアウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所から生還したユダヤ人である。 母マリーはそれぞれ父親の子となる4人の息子を産んでおり、ロマンは長男である。マリーは、リトアニアのビリニュスに滞在中の2003年に当時、交際中のカシュベルトランカンタに殴られ、転倒したことが原因で亡くなる。ヨーコという名の女性と結婚し、息子、マルロを設け、ユゼスで、レストラン、ラファミーユを経営している。百九十四年に、子役として、 キャリアをはじめ、2000年代から本格的に俳優として活動する一方、アラン・ゴルノー監督の最後の作品となった2010年の映画、ラブ・クライム・イツ・アリの愛に溺れてでは、女監督を務めている。ありがとうございます。